父対リバプールのプレミア天王山、注目のマッチアップに遠藤が選出。プレミアリーグで首位に立つリバプールは10日の第28節で2位マンチェスターシティとの首位決戦に臨む。90民は3月7日天王山で注目すべき4つのマッチアップを取り上げた。フィルジル・ファンダイク対アーリング・ハーランド、ダルウィン・ヌニエス対ルベン・ディアス、アンドリュー・ロバートソン対フィル・フォデンとともに遠藤対ケビン・デブライネがピックアップされている。同メディアは遠藤のリバプール移籍の経緯を考えればこれだけの規模の試合における最も重要なバトルの一つに彼が関わると考えるのは信じられないことだと報じた。世界最高峰のマッチアップがこんなに見れるの最高。少なくともハーランド、デブライネ、ドク、シューバ、フォーデンあたりとは対峙するのか。デュエル王の威厳を見せつけてほしい。この試合の結果次第では遠藤が歴史を変えるぞ。遠藤が覚醒してロドリ&デブライネを自由にさせない姿を見たい。プラハ戦遠藤フル出場だもんな。鉄人遠藤ならシティ戦でも活躍してくれることを祈る。シティは CL で主力を温存してなおかつリバプールより1日以上休みが長いの結構きついね。ちょうど怪我の選手も復帰してきてベストメンバーでバチバチの試合が見れそう。ペップもクロップも何かしら奇策を用意してそうで怖いんだよな。これで遠藤出番なかったらさすがに泣くわ。おすすめ動画は概要欄から、他の動画もぜひチェックしてね。